はい、皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ということで、今回はですね、バズる TikTok 集客ノウハウ大公開ということで、TikTok で今7万8000フォロワーをですね、集めているマーケットアナウンスで、ゆたかさんに、ね、今日はちょっとお越しをいただいてですね、お話をいろいろ聞いていきたいと思いますので、ゆたかさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたはしい、よまろしす。くお願いいたします。ということで、まず簡単にゆたかさんのですね、自己紹介を教えていただいてもよろしいでしょうか。初めましての人が多分多いかと思うんですけど、今僕が24歳、今年24の年になり若いですね。僕よりも2、3歳若い。ます。一応、僕が大学3年生、今から4年前、3年前ぐらいからですかね、TikTok の方を始めさせていただいたんですけど、その時に初めて TikTok を投稿したのが、自分株とか FX とかそういう系を、もともと学生の時にやってまして、そういう発信内容って結構学生って興味持つんじゃないかなと思って発信活動を始めたのがまず TikTok の始まりになります。そこからちょっと拡散力が高いという媒体だったので、いろいろ発信していくうちに、最初は結構自分なりに分かんない部分多かったんですけど、やりながら覚えていった形になるんですけど、それで1年ぐらいでフォロワーが10万人ぐらい1ま年で、10万人。10万人すぐらいごまで、マジでか。行くことができまして、そのまま続けていたんですけど、1回コミュニティガイドラインっていう、プライバシーに関わるような発信をちょっと株の中で発信してしまいまして、確かにちょっと厳しいですからね、投資とかそにうつですいてはね、ね。そこでちょっと凍結しちゃってるアなカるウほど、ントなるが、ほど。これは確かにちょっとハプニングすぎるハプニングですね。そうなんでなするね、ほど、な10るほど。万人のフォロワーが一気に減っちゃったので、結構ショックだったんですけど、またその後に TikTok の可能性というものに結構感じたので、もう一回始めまして、で今では生活のライフスタイルのノウハウみたいなのを発信してるジャンルにはなるんですけど、そちらで今はフォロワーが、今紹介していただいた通り7万8千人ぐらいまでまた伸ばすことができたという形になるりほまどですね。す。今ちょっと画面に映させていただいて、こちらが、ね、ゆたかさんの、アットマークゆたか0628っていうふうにね、こちらで今ちょうど、そうですね、77.4K ってなってるので、約7万8000近い方がですね、登録をいただいていると、いうところになります。すごいですね。で、実際僕自身はね、昔ちょっと TikTok かじったこともあるんですけど、あんまり実はやってなくて、なので TikTok についてあんまりノウハウが足りないっていうのがあるので、そう、ゆたかさんに今日ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけども、まず TikTok を今やるべき理由であったりとか、なんかメリット的なところっていうのをちょっと教えてほしいなと思うんですが、今いろいろ SNS の媒体って多くあると思うんですけど、その中でも TikTok の特徴としては、やはり拡散力が間違いなく高い、他の媒体に比べて高いという部分があります。他の媒体って結局 SNS になんか参入すると結構初心者に優遇されない感じが今はあるんですね。準備したり、やっぱりリーチが少ないという部分もありまして、確かそういった部分が、TikTok では緩和されてるというところが、まず一つ最大のメリットには、なります。で、利用者に関してなんですけど、2020年時点で TikTok がアプリのダウンロード数で世界で首位を取ってるんですね。アプリダウンロード数がもう世界ナンバーワンと。そうですね、2020年時点では。そこもまず可能性の一つですし、2021年の5月現在、あ、5月時点でもアメリカとかイギリスではもう、その月の利用時間が YouTube を超えているんですね。いや、すごいですよね。でも、YouTube ゆくゆく越すんじゃないかぐらいの勢いで今伸びてますもんね。そうですね。なので、もうその部分でも可能性が十分 YouTube の次に来るんではないかと言われているので、それだけでも可能性が数字として現れているのかなというのは思いますね。確かに、すごいですよね。逆に、もちろん TikTok でですね、今すごいやっぱ活躍されている方もたくさん最近増えてきましたけども、逆になんかデメリットっていうのもあったりするんですか？そうですね。そのデメリットっていう部分はやっぱり YouTube と違うところはマネタイズが少しまだ難しい部分にはあります。YouTube に関してはやっぱり広告費とかがあるとは思うんですけど、そういうのがまだ動線を組まれていないので、TikTok でもし稼ぐって考えたら自ら動線を組んでいかないと稼げない分野にはなるので、ちゃんと伸ばす目的を明確にしないと、あまりやる意味がないような感じはありますね、今の時点では。どっちかっていうと、なんか広告収益でがっつり YouTuber みたいに稼ぐそうとか、あと、TikTok から直接その場で商品を売るっていうのはあんまり結構できないから、難しいから、どっちかっていうと集客媒体として TikTok を使おうみたいな。そうですね、今時点ではそれが一番使い方としては正しいというか、コストをかけるものだとは思います。じゃあ実際、このチャンネルとかだと、結構コンサルタントの方とか、コーチコンサル業とか、フリーランスとかも結構、自営業の方とかも経営者も多いんですけども、自社商品とか自分のコンテンツのサービスを販売していきたいって時も、TikTok で自分をまず知ってもらって、そこからなんか、いろいろ経由して、例えばインスタを経由して、LINE に入ってもらって、そこから商品が売れるっていう流れは、全然作れるっそてうこでとですかすね、作れますね。ね、動線としては。で、その動線を作るのが一番使い方としては正しい、今の時点では正しい分野にはなるので、なるほど。認知を広げるという部分ではかなり大きなメリットがあるのかなと思います。なるほど。今度が見てくださってる方とかだと、結構そのフリーランス系は、TikTok でリスト取りができるのかみたいな、結構疑問を持ってる方も多いと思うんですけど、TikTok って今、LINE には直接は飛ばせないんですよね。一応どういう方法直が。接というか、ウェブ、URL を確か貼れるんですね、LINE。でも、周りの方に聞く限りだと、やっぱり発信内容にもよるんですけど、あまり流動性はないので、今時点では。やっぱりそこら辺の動線をしっかり組む必要はあるんですけど、
はい、でもまだ可能性はないこともないので、まあ、結局それだけの人の目に触れているってことは、はい、もちろん集客効果としては期待できるから、あとはまあターゲットにいかに合った発信内容とか、まあ、そこをちょっと、ね、ね、工夫していけばしっかりと使えるということになりますね。なるほどですね、ありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、今日はちょっと今回 TikTok のメリットデメリットについてお話をさせていただいたんですけど、次の続きの動画ではですね、具体的にその TikTok でどういうアカウントを作っていけばいいのか、それこそプロフィール文だったりとかアイコンの、ね、設定の仕方についてね、また豊さんいろいろ聞いていきたいと思いますので、ぜひね次回の動画でも楽しみにしていただけたと思いますし、また下の概要欄からね、豊さんの TikTok の URL ウェブサイトも載せておりますので、ぜひそちらもチェックしてみていただけたらと思います。はい、ということで豊さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。